フライヤーズ・ボビーは、スコットランドの首都エディンバラのグレイ・フライヤーズに実在したいのである。犬種は、スカイテリア。ボビーは主人である、エディンバラ死刑のジョン・グレイが1858年に死去した後、14年間その墓の隣に座っていた。スコットランド版の中堅八高として知られている。ボビーの飼い主は、エディンバラ死刑に夜景として勤務するジョン・グレイだった。 二年間返事も離れることはなかった二人だったが、1858年2月15日、ジョン・グレーは結核のために死去。グレーはエディンバラの旧市街にあるグレーフライヤーズ教会を取り囲む墓地に埋葬された。グレーより14年長く生きたボビーは、残りの生涯をグレーの墓の傍,の傍らで過ごしたと言われている。より正確には毎日の大半をということになる。 食事の時間には、墓地の裏手にあるレストランを訪れて、食事をもらっていたし、おそらく冬には、近くの民家で、寒さをしのいでいたと思われる。1867年、飼い主のいない犬は処分されるべきであるという判断が、なされた。しかし当時のエディンバラ市長であり、また、スコットランド動物虐待防止協会の理事でもあった、ウィリアム・チェンバースは、ボビーのライセンスを更新し、 市議会を新たな飼い主とすることで、ボビーを保護した。ボビーは1872年に死亡したが、墓地に埋葬されることはなかった。墓地は、神聖な大地と信じられていたため、犬を埋葬することはできなかったのである。代わりに、ボビーは、グレイフライヤーズ協会墓地の門のすぐ外側に、埋葬された。そこは、飼い主であるジョン・グレイの墓からほど近い場所であった。ボビーの墓には、 赤い見影石で作られた墓標が立っている。これは、1981年5月13日に、スコットランドドッグエイド協会が送り、グロスター校舎クリチャードによって、除幕式が行われたものである。そこにはこう書かれている。グレイフライヤーズボビー1872年1月14日死去から16歳から、彼は、主人への忠誠と愛情とは何かということを、私たちに教えてくれる。 1961年7月、ウォルト・ディズニー・プロダクションズ制作の映画、グレイ・フライヤーズ・ボビー・ザ・トゥルー・ストーリー・オブ・エイドッグが全米公開された。カラー作品で、ボビーのゆかりの地、エディンバラにおいて、オールロケされ、飼い主、オールド・ジョックの死から、ボビーが主当局によって保護されるまでを、史実に沿って描いたものである。監督、ドン・チャフィ、出演は、ドナルド・クリスプ、 ローレンス・ネイ・スミス、アレックス・マッケンジーほか。なお、この作品のテレビ映画用編集版が、その3年後の1964年3月29日と、同4月5日の2週にわたり、BBC テレビ、ディズニーランドの枠内で放映された。このテレビ編集版は、日本では1966年7月8日22日に日本テレビ放送も、 ディズニーランドの枠内で、放題名、中堅、ボビーとしてオンエアされたが、映画版としては、未公開で、日本国内において、DVD 発売も2019年現在、なされていない。今日、グレイフライヤーズ・ボビーの、小さな銅像と噴水が、墓地の近くに位置する、グレイフライヤーズ・ボビーパブの正面に佇んでいる。この像は、ボビーの死の翌年、事前家で、 英国動物愛護協会婦人委員会の委員長であるバーデット空通女団尺画の彼をのぶために建てたものである。当初は墓地とパブに顔を向けて立っていたが、現在の銅像は墓地とパブに背を向けている。以前のパブの経営者によると、毎年多くの人がこの銅像の写真を撮影して行くので、背を向けて銅像を立たせることでパブが 写真の背景に映り込むようにしたという、ありがとうございます。